今日9月9日は語呂合わせで救急の日です。救急医療の正しい知識を知ってもらおうと消防などが呼びかけました。大分市消防局や市の職員らが JR 大分駅前でティッシュ1000個を配り、応急手当の重要性や救急車の適正利用などを呼びかけました。消防によりますと、救急車の出動件数は年々増加傾向です。特に今年は猛暑日が続いたことから、熱中症が疑われる出動が506件で、去年の同じ時期と比べておよそ160件増えているということです。応急手当をですね、知っていますと、救急車が到着するまでの間にですね、処置することができますので、ぜひともですね、大分市でも方でも、救命講習を行っておりますので、受講の方をお願いしたいなというふうに考えます。また、消防は緊急時にいち早く現場に到着できるよう、適正な消防車の利用も呼びかけています。